行ったよ。あ、止まっちまった。行った。え？見失った。なんか戻ってきちゃったんだよな。まだここにいた。行くぜ。行った行った行ったよ。登ってるよ。あれ、どっか見えなくなっちゃった。あ、行ってる行ってる行ってる。あれあれ違うか。わからん。わからん、行方不明。止まっちゃってるよ。かもしれない。あ、行った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 。見えた見えた見えた。登ってる登ってる。さっきと同じコース。今左へ曲がってくところで、もうじき、うん、もうじき目の前。今目の前。見た。出たのは2匹。
ふわんばけは入れねえやな。こんなちっこいやな。よいしょ、よいしょ。何どこだ。やっとすっきりした。午前中の目。お、本当だ。回復した。もう出た。おお、豆粒だ。確かに。目のように出てるんだね。似たようなもんか。あ、あ、いけ。出てきた。出た。出た。出た。おお、いいじゃん。土持って出てきたぜ。こっち手直して。あれ？こっち側より土直した。出た。お、うん、あれ穴が二つあるじゃん。上と下と。うん、違う。あのあれ土を、うん、なんかブンブンしてるじゃん。あのとか穴がこういってんじゃねえか？通じてんだね。なんで穴が小さいんだわ。おお、帰ってきた。いいね。いいね。おお、いいじゃん。いいね、また土出してくれてるし。ああ、これ捨て場だね。捨て場だね。ああ。戻ってくし。いやいやいや。よかった、午前中の分、一気に短縮。そうだね。一つぐらいです。おいいね、かよい。おいい、あれ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 。いや、いつも歩いてくる。歩いて捨てに来るんだね。おい、入った。おすずと一緒じゃん。おすずも歩いて、その外へ。いやいや。これはいい。コロコロしてるのを全部出したのね。そうだね。うん、そういうことだ。うん、あ、土運びが2、3人いるな。結構いるな。そのまま飛んでいくんだ。働き蜂だね。土出しでな、餌取りに来た。おぉ、いいじゃん。土出しはいいな。飛ぶまでが。そう、飛ぶまでが、なんせ。あっち行ったりこっち行ったりしてやがって。でも下から見てるとこっち来てるとスーッてこっち行く。もっと下から見てるともっと向こうの上の方でこう、うん、入りそうな感じで入ったような感じだけど。いいじゃん、うん、なんか悩んでる。上なのが穴は大きいだ。もうこの笛通ってるかもしれない。今日あたりいい。いや続々と出てくるじゃん。いやこれはいいよ。いいじゃん。これは8、20、30匹いるかもしれない。よかったね。しっかりとしてよし。どこだ。でもこれは3回寄って見つけたら、さっきとエレ違いじゃん。さっきで散々追ったら、まっすぐ飛んでったの。うん、いや、じゃあまた上でね。1時前か。よし、あと左へスーッとこう行ってさ、これ俺が見下から見るとそのもっと、うん、10メートルぐらい上のところに刺さってるようなさ、ちょうどあそこの、うんうん、あの枯れ木の。で俺この上にいたのよ。うん、踏んじゃったかなと思ったから今そっちの上に行って、かなりこっちだね。いいぜ、なかなか通いいいぜ。そう、穴がちょっとな。穴がな大和小ちょっと鉛筆2本分ぐらいしか見えて。俺いいな、自分の穴大きくしてやる。仕事してるからね。おお、見て。おお、あんなん出てきた。おお、いいじゃん、いいじゃん。これはいいわ。バカに
したもんじゃねえぜ、こりゃ。こういうのもう2つ見つけせえな。3人で、俺こっちでいいよ、俺こっちでいいし。じゃあ、お前こっち持ってくる。もう帰ってくるんですかね。まさ、餌がねえだろうな。まだこれからかもしれんね。だまだだって餌はあんまりいらねえのかもしれん。だもんで飛びも悪いのかもしれん。皮かぶってるかもしれん。蓋されてるかもしれん。そう。